はい、どうもお茶です。じゃあ今日はね、回でランクマをやっていこうと思います。はい、最近ね、なんかもう暑かったり寒かったりね、もうよくわかんないですね。ほんと、もう俺がね、雪国に住んでるからなのかもしんないですけど、都会は全部暑いのかな。ずっとなんかすごい、こっち側なんか昼超暑くて夜超寒いとか、そういうのばっかなんですよね。ほんと時期的にはね、まだね、夜ももうずっと暑いっていうのがね、正しいあれだと思うんですけどね。ほんと最近よくわかりません。やってくれお願いだ。てか割と人いますね、やっぱね。今土曜だから。お、なんか俺この人知ってんのよ。レイブンじゃなかったっけな。レイブンのような気がするんだよな。ほーら、レイブン。なんかこの人前20段だったぞ。1段落ちてきたのか。なんでランクアップマッチ、マジで。まあどうでもいいや。正直19段でも18段でもどっちでもいいってね。まあ19段いかないと20段いけないんだけど、なんか今そんなランクにこだわってないんですよね。ランクよりも腕というかね。正直ね、無意味なね、段位とかね、実力に見合ってない段位だと恥ずかしいだけだしね。こういう時無理しても意味ないからね。やったけど、あ、そうそう、それね、結構強いんだよね。空対空潰しというかね、そういうので結構強いと思う。ずっと立ってんだけど、どうして？これ多分使ってくる。え、何この人、どういうこと？横でセバーやってみる？あー、入った。あ、あ、ラストか。ちょっと集中しますね。超集中します。あれ、今完全に殺しきりだった。バーカーバータイで、ライトライトニングでね、殺しきろうと思ったんですけども、出なかったです。はい、前パン押したんだけど遅かったかっていうか、硬直で間に合わなかったね。さあ、こういう暗い逃げはいいですよ。何この人、ガード柔らかいとかより次元の話じゃねえぞ。ひたすらセバー警戒してるって感じ。多分あれ、空直したらこっち空投げとかできそうな気がするけど、空投げはできないかな、有利だけで。え、マジでさ、ガードか。え、何この人、ナメプ。ガード柔らかいとかそういう次元じゃないぞ。何これ。え、意味が分からん。謎のままに19段に上がっていく。しっかりガードするようになってきたような気がするが、なめくされてる？されてなかった。やってねえし、昇竜が前杯に化けんのほんとひどいな。コマンド入力ガバガバすぎー。はい、重なってないからバーストマジで使ってこねえな。もういっか、バータイとかバースト警戒する意味ないの、これ。なんかちゃんとやってんのかな。あ、やべえ、出すとこだった。ちょっと集中しますね。謎だ。つかディレイ 5F だしよ。やべえだな、これグリードガーフだし、あっちのバッケもガーフ。なんかあれは元からガーフだけど、見てからコードとか多分知っていけないです。どっちもそういう強い武器を持っている、このラグの中じゃ。もうそれはね、存分に使ってやっていきましょう。それ強いな、マジな。空対空潰しにほんと強いじゃん、それ。前パンやったんだけどな。2F になってんだけど。いや、ほんと強い。
無敵に合わせると、無敵ダッシュに合わせると相手引っかかってくれますね。ちょっと開幕 HS とかそれ強いね。あれなんで当たってくよくわからんぞ。これダストも割とガーフになってね、 3F ごときで。いやーちょっと立てないな。読みで立つとかリスキーすぎんだろね。これほんと怖い。これどうにかして暴発させたいな。あ、なんでなんで、なんか興奮度なくなって、なんか調整で入ったのか。やべ、なんでなんか空振ったら、あ、ラッキー、ゲージ全部使わせる。ちょ、これ取っていきたい。いやーバカ、甘えた。最悪だよ、甘えたよ。バクスティン甘えました。あーガードしたくない秒が後に出て、悪いくせに出てきやがった。よくわからんな。中段をひたすら警戒してるって感じ。無理か。なんか立てないんだけど、立てないっていうか、なんか食らっちゃう。恥ずかしいなこれ。おーおお、言うてそんな興奮度なってないし。あーやべえな、ダスト立てないの本当にやばい。あーなんか今日異常に立てねえ。やべえ、バスケもダストも崩しに当たりまくってる。やばいやばい。もうこれでおかしいなマジで。なんかラグ、ダッシュもラグい。なんかダストもバッケも当たってんのやばいなこれ。うんちだわうんち。もうジャンプぐらいでダストもバッケも避けるか。こうなったらもう脳死バッケ、まだ脳死ジャンプでやっと中段警戒しなくなってきたな。なんかラグやばいな。何これラグとかいうレベルの話じゃなかったぞ今。出してから1秒ぐらいラグが出てきた。 6F じゃないだろ今の。 60F の間違いだろ絶対。これスカシゲなんとか絶対しゃがめないよねこんな長かったらね。当たるんかい。使えてバーサイてこないな。なんでなんだろう。あれうわもったいねー。今よくわかんないせいでなんで今さダウンぐらいみたいになったつか、なんで今また前生えてたの。ひどいんだけど試合内容ゴミすぎる。崩しも全部当たるし、なんこのポンコツ19段。いやーこれ19段じゃねえや。19段どんぐらい強いかわからんけど、レイブンはな暴れが怖いんだよな。そうバースト警戒する必要ないんだ。なんかもうこれどっちかが攻め勝ってみたいな。ひでえ試合。もう殺しきれないのもひどいしさ。なんだこの試合。
なんでバース分かれなかったんだろう。ひどいなこの試合マジで。